サンパウロ、サンパウロは、ブラジル南東部に位置する都市。サンパウロ州の州都、人口は1、100万人以上。ブラジルのみならず、南半球最大のメガシティである。2016年の都市圏人口、近郊を含む和に、060000人で、世界第10位。南半球では、第1位である。 アメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ランキングでは世界34位と評価された。ブラジルの都市としてはリオデジャネイロをしのぎ主位であった。略称として SP や S パウロと表記される SP はサンパウロ州の略称でもある。住人の故障はパウリスターの女性型はパウリスターが。市街地には高層ビルが郊外には 多くの工場が立ち並ぶ大都会でブラジルのみならず南米の経済、文化の中心地の一つである。平均収入もブラジルで最も高く2009年には個人所有のヘリコプターとヘリポートの数が世界一になった。イタリア系やポルトガル系、スペイン系、ドイツ系、シリア系、デワノン系、ユダヤ系、日系の人口が特に多いほか、 最近では韓国などのアジア諸国からの移民が増えている。内陸に位置するため、キロ6 0トルの位置にあるサントスを外交とする。なお、サンパウロはポルトガル語でキリスト教における聖人の一人である、聖パウロの意味。漢字では聖子と表記される。ブラジル南部に位置し、標高は約8 0 0ル。 人口の増加に合わせ郊外が拡張を続けているほか、近隣都市からの通勤者も増加している。なお、ブラジル第二の都市であるリオデジャネーロからは、約 450km、外交であるサントスから約 60km の距離にある。市の中心和製広場とその周辺のセントロ地区であり、そのすぐ南に、東洋人街、旧日本人街であるリベルダーデが広がる。 中心部より南西にはビジネスと金融の中心であるパウリスタ通りがある。サンパウロの起源はインディオに対する不況のため、ポルトガル王ジョアン三世在位1521年から1557年の依頼で派遣されたイエズスカイ選挙師団の一人、ジョゼデ・アンシエタが1554年にとして創設した選挙村である。その後人口はゆっくりと増大し、 1565年には、サンパウロ市が創設された。しかしサンパウロは内陸に位置し、本国ポルトガルとの連絡に不便であったため、当時のブラジル開発の主力産業であった、トウキビ農園なども立地せず、開発が遅れていた。サンパウロが成長を始めるのは17世紀中頃に、お口体験対バンデーランテスの根拠地となってからで、ある。バンデーランテスは、 サンパウロの奥地に建設されつつあったイエズ会の強家集落を襲撃し、住民であるインディオを奴隷として海岸部のサトウキビ農園へと売却していったが、その過程で奥地の開発が進められ、拠点としてサンパウロの重要性は徐々に上昇していた。また、イエズス会はスペインの支援を受けていたが、バンデーランテスによって撤退を余儀なくされ、その土地に バンデーランテスが進出することによって、ポルトガルの勢力圏がトルデシリス条約線を大きく越えて西へ伸びる、きっかけとなった。その後もバンデーランテスの活動は続き、1693年には現在のミナスジェライス州で近郊を発見し、これがブラジルの発展のきっかけとなった。しかし、金を求めてやってきた山氏、靴を履きすね当てをしている姿から、 サンパウロ人からは、足が、羽毛に覆われている鳥に例え、エンボアーバと呼ばれたたちと、近郊を発見したサンパウロ市民との対立は悪化し、1708年にはエンボアーバ戦争が勃発。サンパウロは敗れ、ミナソジェライス地方の開発権を失った。しかし、サンパウロの開発方向は西へと向かい、ゴイアス州やマトグロッソ州方面の開発拠点となっていった。 1711年には正式に市に昇格した。1800年頃にはサンパウロは国内でも大きな都市となっていたものの、この時期のサンパウロは未だ一地方都市に過ぎず、首都リオデジャネイロとは比べ物にならない小さな都市であった。この状況が一変するのは1830年頃にサンパウロ州内でのコーヒー栽培が始まってからである。 当初、リデジャネイロ周辺で行われていたコーヒー栽培が自力の消耗などにより衰退し、適地を求めたコーヒー農家がサンパウロ州北部や西部に入植し、コーヒー栽培を開始した。サンパウロの気候と土地にコーヒーは大変適しており、折からの産業革命によってヨーロッパでコーヒーの需要が爆発的に増加したことを受け、サンパウロはコーヒーの集産地として、 急速に発展を遂げた。1867年には、サンパウロと外交サントスとの間に鉄道が開通し、コーヒー経済はさらに拡大していった。1872年にはサンパウロの人口は2万6千人であったが、1920年には58万人まで増加した。しかしコーヒーブームに湧くサンパウロでは、労働力が不足していた。 奴隷制は未だ存続していたものの国内から厳しい批判にさらされていたし、奴隷労働は生産性が低く収益向上の足かせとなっていた。そこで他国からの移民の導入が検討され、1881年にはイタリアなどから移民が始まった。移民は船が着くサントスから列車でサンパウロまで移動し、ここで各地の農場へと割り振られていった。 移民の中にはこの町に留まる者もおり、また農場へ入植した者たちも、いくらかは再びサンパウロへと移住してきた。こうして、サンパウロは移民が世界中から集まる町となり、国際化が進む。1889年に奴隷解放からブラジル帝国が崩壊すると、新しく成立した政府は、地方文献的なものとなり、学習中で、 最も経済的に有力なサンパウロ州の発言権は非常に増大した。1894年にはサンパウロ出身のプルデンテでモライス大統領が就任し、この年から1930年までサンパウロ州とミナスジェライス州が交互に大統領を出すカフェコンデー的が続く。これにより政治力をも得たサンパウロの経済はさらに発展していった。 1908年には最初の日本からの正式移民がカサトマルでサントス港に到着する。その後も続く日本人移民はサンパウロ州を中心に定着し、やがてサンパウロに日本人街を形成した。カフェコンデテキは1930年のジェトリをドルネレス・バルガス政権成立によって崩壊するが、それを不満としたサンパウロは1932年に、 保険革命を起この時期には世界恐慌の影響によりコーヒー価格も暴落しコーヒーブームは収束したものの第二次世界大戦後の1950年代に開発路線を取るバルガス政権や以後の歴代政府によって経済発が行われブラジル最大の産業都市としてのサンパウロの地位は揺らがなかった 1960年には、同年に、首都の座を離れた、リオデジャネイロの人口を超え、ブラジル最大の都市となった。ブラジルの奇跡と呼ばれた1960年代から1970年代初頭に、かけての高度経済成長期には、日本や西ドイツ、アメリカなどからの外国企業の進出が相次いだ。1974年には、地下鉄1号線が開通し、 1985年には近郊にグアルーリオス国際空港が開港した。1980年代の経済停滞時期、2000年代以降においても、ブラジルの経済を引っ張る存在である。気候は1年を通じて変化に富み、12月から2月頃の夏は気温が摂氏摂氏30度を超えることも、ある反面、6月から8月頃の冬は、 摂氏10度以下に下がり層が降りることもある。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。2014年の都市圏 GDP は4、93億ドルであり、世界15位、南米では首位である。ブラジル最大の都市で、南アメリカの経済、流通の中心地であるサンパウロには、日本やアメリカ、スペインやドイツなどの世界中の大企業や、 金融機関などが古くから多数進出しており、パウリスタ通り近辺や新ビジネスエリアにはこれらの企業のオフィスが集中している。また、郊外に点在する工業団地には内外の大企業の自動車やコンピュータ、加減製品の工場が立ち並び、メルコスール加盟後の好調なブラジル経済を反映して活況を呈している。また、市内には 数多くのショッピングセンターや大規模、スーパー、コンビニエンスストアなどが立ち並び、消費トレンドの面でも、ブラジルのみならず、中南米の経済をリードする存在である。サンパウロ証券取引所は、中南米最大の取引高を誇っており、特に2000年代以降の海外からの投資の増加を反映して、活況を呈している。2013年9月、 アメリカのダウ・ジョーンズらの調査によると、世界第36位の金融センターと評価されており、南米では第1位である。その反面、市内を流れるピニエイロス川とチエテ川の汚染や、自動車の排気ガスや、工場の排気による、公害、100万人以上が市内に点在する、貧民街に住んでいると言われる都市型貧困とそれに、キーンス犯罪の増加。 市内中心部の慢性的な交通渋滞などが深刻な社会問題となっている。サンパウロ市内やその近郊には路線バスと地下鉄、鉄道の路線網が密接に張り巡らされており、加えてタクシーもポピュラーな移動手段である。他の都市との移動は高速道路を使った長距離バスや旅客機での移動が主流である。地下鉄と郊外電車があり、サンパウロメトロが サンパウロ地下鉄を、郊外電車は、サンパウロ都市圏鉄道会社によって運営されており、両社が一体となった都市鉄道網を形成している。サンパウロ市内には市内及び市内と郊外を結ぶ、バスの路線が縦横に張り巡らされている。市内バスは、前扉から乗り、車内の車掌に、運賃、均一を支払った後、あと扉から降車する。 1990年代最初までは逆に、後乗り前振りであったが、あと、扉から降車する客もいたため変更された。路線によっては、運転席側にも前後の扉があり、鉄道のように停留所の位置によって右側、左側と乗降扉が変化するブラジルでも、比較的珍しい扉配置である。通常のバスに加えて、トロリーバスや連接バスの運行もある。 現在では、ビールアタウニコと呼ばれる地下鉄と連携した IC カードシステムが導入されており、他のバスや地下鉄に乗り継ぐ際に限り通常料金より安い運賃で利用できる。ただし、市内を走るバスのうち、扉が一つしかない観光バスや、メトラパリットのと書かれた郊外バスは運賃が異なる。行き先や経由地に地下鉄のマーク、 上下の矢印を組み合わせたマークを描くことで地下鉄駅に行くことを示している。市内のチェテにはニューヨークのものに次いで世界で2番目の規模という遠距離バス用の巨大なターミナルがある。1982年に営業開始したもので、1階には港の桟橋を思わせる串の市場の多数の乗り場があり、2階には待合室や売店。 レストランの他に何十という国内線、国際線のバス会社のブースが並び、警察の出張所もある。地下鉄のチエ定期、かつては、ポルトゲーザチエテ、ポルトゲーザチエテという名称だったに直結している。リオデジャネイロとの間には、コメッタやエスプレッソブラジレイロなどの複数のバス会社により、多い時間帯には5から10分に1本の割合で、バスが運行されているほか、 グアルーリョス国際空港やビラコッポス国際空港との間や、ブラジルのほとんどの都市の間を結ぶだけでなく、モンテビデオやブエノスアイレス、アシュンシオン、サンティアゴで地例の国際線も多数運行されている。チエテの他にも、行き先はサンパウロ州内各都市に限られるが、バハフンダ、ブレッセル、ジャバクアラの3カ所にもバスターミナルがある。いずれも、 同盟の地下鉄駅に直結している。サンパウロ市内と近郊にある3つの空港が旅客用と貨物用に使用されている。他にも自家用、機専用の小規模な空港もある。なお、ヘリコプターの運行数は世界有数を誇り、多くのビルの屋上などにヘリパッドが用意されている。市内中心地から車で20分程度の距離にあるコンゴーニャス空港は、 現在国内線専用に使用されている。かつては近距離国際線も乗り入れていたが、滑走路上が短いことや、国内線の乗り入れ数が増大したことから現在は国内線専用となっている。コンゴーニャス空港とブラジル第二の都市である、リオデジャネイロ市内にあるサントスデュモン空港の間には、ポンチアエレア、ポンテアイエレア、空の架け橋と呼ばれるシャトル便が、 ラタム、ブラジルやゴル航空などによって、日中の時間帯には10分に1便程度の頻度で運航されており、世界でも有数の搭乗者数を誇る路線となっている。市内中心部から車で40分程度の距離にあるグアルーリオス国際空港は、ブラジル及び南アメリカ最大の国際空港で、中南米南部の空の玄関口となっているハブ空港である。 ラタム、ブラジル空港の拠点空港であるほか、多数の国内線と国際線、貨物便が乗り入れている。なお、近年の航空需要の増大により、新旅客ターミナルビルの建設を含む拡張工事が行われている。市内中心部から車で1時間から1時間30分程度の距離にあるサンパウロ州第2の都市のカンピーナスに、ビラコッポス国際空港がある。 以前は国際線が中心に乗り入れていたが、現在は国内線と国際線が乗り入れているほか、大規模な航空貨物設備があることから、世界各国から貨物便が乗り入れている。格安航空会社のアズールブラジル航空の拠点空港となって乗り入れ数が飛躍的に増大したことや、コンゴーニャス空港とグアルーリス国際空港の需要逼迫を受けて、 2015年には新旅客ターミナルが供用されたほか、現在第二滑走路の建設が行われている。サンパウロには多くの観光名所がある。しかし、一方でサンパウロは、ほぼ全地域が犯罪多発地域とも言える都市でもある。観光客の訪問には十分な注意が必要である。人口の多さのみならず、様々な人種が交わり合う。 ブラジルの中でも特に多彩な人種構成となっていることから、ブラジルのみならず、南米における最大の文化の中心、発信地として注目を浴びる存在である。国際美術展覧会、サンパウロ・ビエンナーレや各種展覧会が定期的に行われるほか、市内にはサンパウロ美術館をはじめとする多数の美術館が点在する。また、 サンパウロ市立劇場やエビラプエラ公会堂をはじめと、する多数の劇場やコンサートホールがあり、ブラジル最大の人口を持つ都市であることや、新聞やテレビ、雑誌などの報道機関の多くが本拠を構えることもあり、ブラジルのみならず、世界各国のアーティストが公演に訪れる。また市内には、パビリオン・ダ・ビエンナールや、コッパンコンプレックス、サンパウロ美術館をはじめとする。 オスカー・ニー・マイヤーなどの内外の著名な建築家が設計した建造物が多数存在る。1999年に音楽ホールサーラ・サンパウロがオープンした歴史的建造物であるジュリオ・プレスティス駅を改築利用したもので1498席を持つ壮麗で美しいホールになっている。サンパウロ FC やパルメーラスをはじめとするいくつかの 名門サッカークラブが本拠地を構えるほか、会一などの世界的なスポーツ大会も多数開催されている。また、アジア系住民が多数住むことから、柔道や空手、テコンドーの道場も多く存在するほか、少数ではあるが、野球場も複数存在する。市内にあるモルンビースタジアムやパカエンブースタジアムなどのスタジアムには、 サッカークラブ世界一を決めるトヨタカップで過去3回優勝するなど世界有数の競合チームとして知られるサンパウロ FC や同じく競合のコリンチャンスやパルメイラスなどのサッカークラブが本拠地を構えておりシーズン中に毎週行われる試合には数万人のサーターが詰めかける。なお、サンパウロ終戦試験はブラジル国内でも屈指のレベルの終戦試験である。 郊外のインテルラゴスにあるインテルラゴスサーキットでは、1970年代、初頭より、毎年会一世界選手権ブラジル GP が開催されているほか、国内選手権のレースが定期的に開催されている。またサンパウロは、日本でも有名な伝説的レーシングドライバー、アイルトンセナや人気レーシングドライバー、フェリペ・マッサや、ルーベン・スバリチェロの故郷でもある。 日系ブラジル人の約70%、約100万人が在住しているサンパウロは、トヨタ自動車や東京会場、日動、小松や日本航空、東芝やヤマハ発動機など、様々な業種の日本企業が数百社進出しており、郊外には世界でも有数の規模の日本人学校、サンパウロ日本人学校があるなど、日本との縁が非常に深い都市である。市内には、 日本の多くの都道府県人会の事務所があるほか、日系ブラジル人により、ホテルやレストランなど多くの日系ブラジル人向けの企業や商店も経営されている。さらに、総領事館も設置されているほか、日本政府の対外情報発信施設、ジャパンハウスの第一号は、2017年4月30日にサンパウロで開設された。サンパウロ市の中心地にある東洋人街、 リベルダージ地区、リベルダーでとも発音され、法事誌の正規表現とされている。いずれもポルトガル語の発音では、誤りではないわ。ガルボンブエノ街の入り口に鳥居や大阪橋があり、また、中心部にも小さな日本式庭園が設置され、地区全体の街灯がスズランの形をしているなど随所に日本らしさを取り入れた街づくりがされている。同地区には、 日系団体ご参加と呼ばれ、代表機関となっている、ブラジル日本文化福祉協会、サンパウロ日白援護協会、ブラジル都道府県人会連合会の各事務所があるほか、各県人会、日系福祉団体、日系文化団体の事務所が集中している。日系人が経営するホテルや日本食レストラン、日本語書籍の本屋や土産物店などが立ち並び活況を見せているほか、 近年では中国系や韓国系など他のアジア系住民の数も多い。日系の医療機関としてサンパウロ日白援護協会のリベルダーで医療センターがあり、日系医師による日本語での診察が受けられる。なお、ブラジル日本文化福祉協会内に設置されている移民資料館では当時の生活を再現した展示コーナーや日系人移民の旅券当時使用していた。 生活用具など様々な文物が展示されており、日系ブラジル人の歴史を知る上で貴重な存在となっている。地下鉄のリベルダージ駅前の広場では一年の節々に、サンパウロ仙台七夕祭りやカ屋の悪ぐり、アマチャの振る舞いなど日本の年中行事が再現され、また、秋田県の品評会など日本に関わる行事が開催される。 サンパウロでは日本語による新聞も発行されている。主にサンパウロ新聞と日経新聞の2社があり、日本やブラジルのサンパウロニュースを日本語で読むことができる。また、これら日経紙ではサンパウロ史のことを聖書と表記する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。